今回は仮想シナリオの本だけです。英雄割拠のシナリオだな。今回はフィールド上の合戦において最強の本田忠勝を使っていきます。フィールド上限定なのか？少なくともフィールド上では最強だと思っています。忠勝がいれば理論上何部隊いても負けません。理論上とはいえ何部隊もはさすがに言い過ぎじゃないか？あれ、なんか本田忠勝の兵士減ってないよな。そう、これこそが理論上可能な理由です。本田忠勝の能力、それは、敵部隊を壊滅させるたび一定時間受けるダメージが0になるです。なんだって？それではたった1部隊に全てを壊滅させられる様子をご覧ください。敵、追い当たり！いや、なんというか、グロかったな。